ついに山田級のリーダー一部の正体が分かりました。はいどうも、ヨシチンでーす。まあね、ちょっと先日ね、アベマ TV で陰謀論にね、ハマる人みたいなね、感じの、まあ、バラエティ番組やってまして、そこに、ヤマト中的な、ね、リーダーがね、まあ出演してたんですよ。ね、11ベイベイみたいな。ね。で、そこで、まあ、俺が見た感想としてはね、そのヤマト的な Q のね、活動は、子供たちを守るために、子供たちをワクチンが守るために活動してるしか言わなかったんだよ。11ベイベイが、ね。11ベイベイが言わなかったの。だから俺はそれはね、逆にね、良かったなと思ってたんですよ。変にね、ディープステイトが、とかね、世界同時放送が、みたいなんとか、ね。ワクチンで 5G がとかなんかもうなんかね、もう変なこと言わなかったんです。とりあえず宇宙人が攻めてきたとかさ、ね。普段のヤマト級的なところってさ、そういうね、変なとんでもない話ね、ばっかりやってたじゃないですか。ところが、まあテレビっていうか、そのアベマ TV 内では、そういったおかしな部分をね、全然出さずに、まあ本当に目的、活動目的は子供たちをワクチンから守るその一点だけですみたいな、そういうふうに絞って話してるね、冷静に話してるところを見て、あ、思ったよりバカじゃないなと思って、もっと俺はもうね、バカな発言をどんどんしてくれるのを期待してたんですけど、全然普通なの、冷静に。だからあれだけ見た人が、そのヤマト級ってね、めちゃくちゃやばい団体やって思われないような、考えて話してたような感じはしたんですよ、俺としては。まあ、ところが、ね、受け答えに満足できないね、旧的な信者とかが、ね、言い出したんですよね。いや、普段も、だって普段のね、ベイベイは、ね、もっと私たち寄りにね、もっと宇宙人が攻めてきたとかさ、ディープステートと戦ってるとかね、そういった過激なこと言うてくれるのに、番組内だったらね、受け答えもあやふやで、ね。そしてなおかつ、ね。ディープステートの話とか全然しないわけよ。ね。子供たちのワクチンがあって、子供たちにワクチンを打たせたくないって、それしか言うてなかったから、ね。この Q 内、ね。ヤマト Q 内でも、あれは、一ベイじゃないみたいな。話がね、広まってって、今なんかもうとんでもないことになってるらしいのよ。で、ついにですよ。で、そういった中、ね、信者同士の、ね、いろいろなそういった情報が流れて流れに流れ、ね、ついに、この今までね、ずーっと洗脳されてきた信者が、ベイベイの正体に気づいたわけですよ。ね、今まではもうね、ヤマト的な Q のリーダー、ベイベイ、イチベイみたいな名前言うじゃったけど、ね、もうこうだったのに、ははーってリーダーみたいな感じだったのに、目が覚めてしまって、ついに正体を、ね、気づいちゃったと。その正体が何か、それがこちらです。どうぞ。はい、ということで。ついに、リーダー自ら、ゴム人間だと、疑いをかけられ始めたと。ね、また、これね。まあこれ、もう見て、これ。ここ、見て、ここ。ここ。ここを、ね、アベマ TV の生放送中ですわ。
ね、ここシワあるでしょ、ここ、こう、こうなってるでしょ。これを見て信者が、ね、見て。ゴムですよね、信じられないです。もうついにですよ、リーダー自らゴム人間になってしまったというね。あれどうどうベイベイどう、自分今までね、ゴムにだゴムにだ言うて芸能人とかさね、政治家のね顔のシワとか捕まえてね、こいつゴム人間にだーってゴムにだーって言ってた自分がで、自分がゴムにだ言われる気持ちどうどうなの。ゴムにだーゴムにだーベイビーゴムにだーね、これもう面白くて面白くてね、こんなんだってもうこれ見て、今まででも自分が言ってたんだぞ、言っとくけどね、ベイベイね、ベイベイが言うてたんだからね、電話こういうの持ってさ、ゴムニだゴムニだとか言って、ツイッターとかでさ芸能人とかの写真貼ってね、こうゴムニだとか、こいつゴム人間にだみたいな言うてたけど、見て自分のね、このシワをね、生放送中のこのシワをね見た信者がね、今までねリーダーリーダー言ってた信者とかがゴムですよね、信じられないとか言って、何これ、どんな茶番なの本当に。いやーでももうこれが正体ですよ、ベイベイの正体はね、ゴム人間だったんですよ。信じるか信じないかはあなた次第ですね。そのうちボスターもゴム人間言われるわ。そうだ、もうだってここシワ、もうシワあったらもうみんなゴム人間ですからね。もう気に入らないやつにシワがあったら全部ゴム人間なの。もう本当に。ね。もう病んでるから。ね。旧的な人たちってさ、もう今も精神的に病んでる人ばっかりだから、もうシワがあったらみんなゴムなんだよ。ね。だからほら見て。ここ見て。ああ、ゴムだ。ゴム人間だ。ごめんね。今まで黙ってたけど。ヨシキン、ゴム人間なんですよ。あ、シワ見て、シワ。うん、ゴムだよ。僕、ゴムだよ。ね、本当に。さあ、これからね、ベイビーはどう言い訳するんでしょうね。今まで自分が言うてたことだから、ね、もうこう写真出回ってますよ。写真出回ってますよ。ね、ベイビーの正体、ゴム人間にだーって言って、流されてますよ。ね、本当に。いやいやいや、ということです。もう大和Qの最後もあっけないものですね。こうしてね、どんどんカルト教団は潰れていくんですよ、ね、ということです。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。オタクのエイヤチャンネル登録よろしくね。